田舎に帰りたいな、そう思ったことはありませんか？誰しもが一度は思ったことがあると思います。そんな思いを叶えるゲーム、ノスタルジックトレイン、旅の終わりに二つの揺らめき、やっていこうと思います。はい、というわけでいただきます。どうも、パンケーキと申します。今回はノスタルジックトレインというゲームをやっていくんですけど、なんか田舎にね、帰ることができるらしいゲームです。知らないけど。で、日本の方がね、作ったゲームで、あの風景とかがね、日本チックっていうか、もう完全に日本語で作られてますよね。なんかこのゲーム、スチームのゲームなんですけど、スチームのゲームって大体海外の方が作ってるイメージがあるんですけど、これはね、日本の方が制作したゲームということで、体験していきましょう。ストーリーモードとフリーモードがあるらしいんだけど、今回ストーリーモードやっていこうかな。はじめから。いや、楽しみだなぁ。僕、実家が結構田舎なんですけど、永遠の闇の中、永遠の闇の流れる中にたゆたっている。漆黒の世界は深海の底のように重く粘性があって、私の皮膚を、指先を、目の奥を、全てを冷たく押しつぶそうとしている。だけど私は手を天に伸ばし続けなければならない。そうしてこの囚われた世界を抜けなければ。うん、どうやって？なんか主人公は記憶をね、なくしたらしいんだよね。わ、セミの声がする。深いまどろみのような感覚、私の意識は無限に広がる光に溶けているかのよう。うん、ほのかに全身は温かい。このままの時が永遠に続くのかしら。女性なのかな、喋り方的に。ふと耳の奥に響いている音に気がついた。セミの鳴き声。これね、都会の人はちょっとわかんないかもしれないけど、田舎だとね、セミの声がね、やっぱこんな感じに聞こえてくるんだよね。それは初め遠くからかすかに聞こえるようで、徐々に波のように大きくなり、また遠くなる。やがてはっきりと実体を帯びて、様々なセミが、関西弁出ちゃった。様々なセミが、木々の枝の上で必死に鳴いている姿が目の前に見えるように感じられてきた。同時に湿度を含んだ熱気が全身の肌を撫でる。不快ではない。甘ったるいような、包み込むような、暖かく、心地よい大気。あたりはどこを見渡しても眩しい光一色で目を開けることすらできない。そう思っていたけれど、ところどころに雲の模様のようなかすかな光の濃淡があることに気がついた。手のひらで太陽を遮ってみる。やや周りが見えやすくなる。そう、私には手がある、目がある。自分の体があるという当たり前のこと。そのことにやっと気づいたように、腕を動かし、指を折り曲げて自身を確かめる。白一色の光が徐々に落ち着いてきた。なんか詩的ですね。ノベルゲー的な感じなんだろうか。でも操作はできるっぽいんだよね。同時に意識がはっきりしてくる。ゆっくりとゆっくりと。そう、私は座っている。木の硬いベンチの上で、目の前に色が現れ始めた。爽やかな、鮮やかなオレンジ。そして上には眩しい景色。ん？違う、全然違った。上には眩しい青色、夏の空が広がっていた。うわー、もうこの風景がもう夏っぽいもんね。この電車がいいよね。深い空に凍りついたように動かない雲をしばらく眺め、今いる場所がどこかの屋根の下なことに気がついた。ゆっくりと辺りを見渡してみた。相変わらずセミの音に包まれている。木でできた古い建物は少し埃っぽいような匂い。ここは昔の駅舎なのかな、駅舎みたい。そしてホームに止まった列車、人は誰も見えない。話し声も聞こえない。風はなく、空気も空の雲のように止まっている。頭の奥が痛くなる。この駅はどこかに向かうところだった。なんか暗くなった。この列車に乗ってどこかから着いたのだったかしら。さらに意識がはっきりして、周囲が鮮明に見えてくる。雨上がりなのだろう。水たまりから湯気が昇るかのよう。ここで何をしていたのか思い出せない。思い出そうとしても、さっきの白い光に満たされた世界しか見えない。どうしてしまったの？こんなところでいきなり目覚めて。持ち物は？改めて両手を開いてぼんやりと眺める。何も持っていない。名前、
そう、自分の名前すらわからない。家族、育った家、自分の真っ白いワンピースを見下ろす。ふわっと風が吹き抜ける。そうなんだよね。記憶喪失らしいんだよね。で、ちょっと僕の声が男の声だからさ、真っ白いワンピースとか言っても、ちょっとあんま想像できないかもしれないけど、この主人公はね、女性ということでね。頭の麦わら帽が飛ばされそうになるのを手で押さえた。徐々にさっきからセミの声が自分の体に染み通ってくるように、全身の中に恐ろしさが満ちてくるのを感じた。なんか雨降ってるね。家もわからず、名前もわからず、これからどうしていけばいいの？そんなはずはない。ここで目覚めたということは、絶対に知っている場所のはず。辺りを見回して、何か記憶をたどる手がかりを探さなければ。人に聞けば、自分を知っている人物にも巡り会えるはず。何かがあって、記憶が混乱しているだけに違いない。まずは駅の中を見てみましょう。そう思ってゆっくりと立ち上がった。お！マウス右ボタン長押しで、次に調べるところが光って見えます。駅を調べてみましょう。タブキーで各種オプション設定や、操作方法の確認ができます。ということで、始まったー！モーションブラーがすごい。ちょっと酔いそうだね。設定で、設定を変えてみたんだけど、このモーションブラー的なのはちょっと、わかんなかった。わかんなかった。どうやって、なくせるのか。かなりブラがかかってるから、もしかしたら酔っちゃう人もいるかもしれないけど、それはごめんね。うわ、綿毛だ！綺麗。すごい！もうなんかこの、作り込みだけでさ、この作り込み見るだけのモードもあるんだけど、なんか、夏霧という駅名に見覚えはない。どうしてこの駅で気を失っていたの？どうしてなんですかね。夏霧、沢田、梅谷。前の駅が沢田で、次の駅が梅谷。夏霧、実在する、とこなのかな？違うのかな？これダッシュはできるのかな？あ、シフトキーで、お、走ることもできる。傘！あ、なんか調べれるとこが光るんだっけ？お手洗いがある。誰も入っていないようね。今ここに用はない。いけないのか？お手洗いいけないの？いけないのか？オッケーオッケーオッケー。ここは？あ、待って。これ二重で文字が出てきたんだね。この線路はどこに続いていくの、いるのかしら？うん。線路には降りない方がいいだろう。なるほど。他には、あ、なんか見えるね。小さい駅の小さい職、駅員室。ついさっきまで作業をしていたように見えるけど、誰も見当たらない。列車がたまにしか発着しない駅では、休憩で誰もいなくなる時があるのかもしれない。もう全く無人駅っていうところもあるもんね。ところによっては。うち、僕の地元の駅はね、駅員さんいたんだけど、平日しかいなくて、3時までしかいなかったね。うん。あと、電車の中は見れたりする？あ、あるね。列車の扉は開け放たれているけど、運転手や車掌の人影、乗車している客もない。車両は静かに眠るように佇んでいる。しばらくしたら動くのかしら。誰もいないんだ。駅の中には何もありそうにない。外に出てみよう。そうだ。ふと気づく。駅前に街の案内の看板があるわよね。地図とか街のいわれや観光名所なんかが書かれている。何か思い出す手がかりがあるかもしれない。なるほど。外に出てみることにしよう。もう少し駅の中を調べてみよう。あ、行けたわ。何でも揃う。合田商店。なんかこういうのあるよね。駅前にね、駄菓子があるんだよ。駄菓子屋。あ、ここでもあるね。うちの地元とかさ、だいたい田舎の駅前ってそうなのかな？駄菓子屋だ。駅の周りを調べよう。はい、ごめんなさい。すごい、駅の作り。うわぁ、古いね、このポストとか。これ何？これ何？自販機かな？自販機っぽいけど。なんだこれは。何を売ってる自販機だ？なんか、あまり良いものは売ってそうにないけど。うん。
あ、はいはいはい。よいしょ。どこ調べればいいんだろう。どこだ。あ、あるね。夏霧町へようこそ。簡単な町の解説と地図が書かれている。爽やかな渓流、穏やかな浜辺、歴史ある神社、懐かしい田舎の景色が広がること。土地に伝わる不思議な伝承、そういう通り一辺なことが書かれているけど、取り立てて変わったところない田舎町みたい。なんか人がいないっぽいね。ここは私の故郷なのかしら。誰か知っている人に会えるといいのだけれど、見回したところ全く車も人も通りかかる気配はない。あ、後ろを振り返って気づく。通りを挟んだ小さい古本屋の戸が開いているようだ。誰か中にいるかもしれない。覗いてみよう。ということでね、ここになんか看板のようなもの、こういうのあるよね。あるある、わかるわマジ。これバス停ね。バス停あるんだ。バス停あるだけ良くないか。いやでも本当に田舎って感じするな。でも見た感じ、駅の周りにちょちょっと店はあるけど、それ以外を見るとあんまり家とかもね、見えないですね。こっから見る感じもう山に囲まれてて、うちが住んでた田舎は、もうちょっと、さすがにもうちょっと家はたくさんあった。こういう駄菓子屋とかはあったけどね。で、本屋あるのいいなぁ。本屋あるのいいね。車も止まってて。いや、リアル。リアルなんだよなぁ。ほんとに。目線めっちゃ高いね。この車より高い目線。結構、高身長な女性なんかな。うん。ここは駄菓子屋。で、失礼しまーす。ごめんください。数度店の奥に向かって声を張り上げた。何度声をかけても全く人の気配のようなものは感じられない。いや、人の気配がしないというのも少し違う。古本が本棚や段ボール箱に乱雑に積み上げられている。ちょっとしたことで崩れて落ちてしまいそうだ。うん。扇風機は動いていないが、埃がついているわけでもない。店の人に使われていた手ぬぐいやカレンダーの破られた跡など、まるで今にも人が出てきそうな、今ここに立っていそうな様子。うん。だけど、どこからも人の声が聞こえない。今突然みんなが蒸発したかのように。私の足音だけが妙に不気味に響き、それが私を悲しくさせる。店内に目を凝らし、耳を澄ました。夏霧の灯籠流しや夏祭りといったポスターも貼られている。村の人たち全員で準備の会合にでも行っているのかもしれない。そう思って気持ちを落ち着かせようとした。ちょっと目についた本を手に取ってページをパラパラめくってみる。駅の列車が出発するまでちょっと立ち読みをして時間を潰していますよ、とでも言うように。そうしておけば本当に何食わぬ顔で古本屋のおじさんが帰ってきて、立ち読みは禁止ですよと注意されて、列車に乗り込む人が自然と駅にやってくる当たり前の光景が見える気がした。このやるせない不安をごまかせるような気がした。そうして目に涙が溢れそうになるのをじっとこらえて本の題名を見ていると、夏霧の神隠しという特集が組まれた雑誌が目に入った。え、神隠しね、あってさ、なんか別の世界に来たとかそういう感じかな。なるほどね。どうやら日本や世界の不思議な風習や伝統を扱った雑誌らしい。ヨーロッパにあるカッパ伝説とか、人の運命を変えるおまじないとか、怪しげな特集も多い。基盤でいてページも取れそうだ。地元が取り上げられているということで、誰かが買ってこの古本屋に流れてきたのだろう。目次から神隠しのページを探し読み始めた。一見どこにでもある田舎の町、ここ夏霧には神隠しの伝説がある。当記事ではその伝説に迫るため、共同史家であり元夏霧小学校長でもある A 氏に話を伺った。夏霧の神隠し伝説というのはですね、この村が源平時代の落ち武者によって焼かれた時以来たびたび起こって、開かれたか時以来たびたび起こっていたんです。子供、老人、大の大人も多い時には家族ごとある日を境に村から消えてしまい二度と現れない。へー、これはもしかしたら神隠しにあった世界なのか、それともこの日主人公以外全員が神隠しにあったか、どっちがかな。盗賊にさらわれたんだとか、川に落ちて流されたんだとかいう人もあるが、
まことしやかに囁かれていたのは、この土地の不思議な力によって、まあ、つまり神隠しにあったのだということです。うん。今でもね、子供が悪いことをしたら、いい子にしていないと神隠しにあってしまうよ、と叱ることもありますよ。それか、親孝行したり、友達を大切にしないと、仲のいい人たちがみんな神隠しにあってしまって、お前一人ぼっちになってしまうぞ、とかね。まさにこのなんか主人公の置かれてる状況じゃん。じゃあ逆なのか、僕の考えと逆で、みんなが神隠しにあっている状況なのかな。主人公が神隠しにあっているんじゃなくて、主人公の周りの人がみんな神隠しにあってしまった状況なのか。面白いもので、運が良ければ神隠しにあった人は戻ってくることがあるんです。江戸末期にある人物が通りすがりにこの村を訪れた旅人だとされていますが、神隠しに会いしばらくして戻ってきた。その記録が明治になって取られたものが伝わっているんです。うん。今となってはどこまでが本当かわからないですがな。それによるとある時突然真っ白の光に包まれ記憶がなくなり無人のこの村で目を覚ましたと。目覚めた時には私がどこの誰かもわからない、この村に来たという記憶すら思い出せない。わあ、この状況じゃん。主人公がじゃあやっぱ記憶をなくして神隠しに遭ってるんだ。色裏でいいのかな、の煙はたかれ、畑もついさっきまで誰かが耕していたようなのに人の姿だけが見えないのだと。誰一人出会わないこの村で、ただ必死で現世とのつながりを探したのだと。うん。これは電気汽車小生の試験だが、空間は共通なのに人は見えない。重なりつつ何かがすれ違う平行世界のようなところに迷い込むのが夏霧の神隠しであるように思われる。元コーチは次のように続けた。その人は必死で元の世界に帰る方法を探した。村の隅々まで歩き回ったのだと。すると、ある何気ないものがぼんやりと光っているのが見えた。地面に落ちている何かがほんのり光の玉のようになっているんだと。さっきのなんかヒントを見るときのあれかな、なんか探索してるときに白いさ光みたいなのが落ちてたけど、落ちてそれを見てなんか探索してたけど、それのことかな。それに恐る恐る手を伸ばして触れると現世の人の姿が見えた。そのものにまつわる記憶やら思いが流れ込んできたのだと。わあ、じゃあ違うか。この辺りは曖昧なんですが、物に触れ、何か強い意識を込めることで、現世にメッセージのようなものを伝えることができて、現世の人が神隠しにあった当人のことを思い出したのだと。どうやら当人が記憶を失っているのと同じように、現世側の住人も恐ろしいことに消えてしまった人の記憶が急速に薄れていくらしいのです。え？仮面ライダーゼロの末？だが、何かこの世とあの世をつなぐ、ものを返することで、お互いがお互いを思い出し、ふと気づくと元の世界に戻っていた。まるで初めから神隠しなんてあっていないように、パッと世界が変わって気づいたら川辺の丘に立っていたと。うん。それがちょうど今の夏霧小学校の校庭あたりらしいです。ここで記録は終わっています。校長の話が終わると、記者のいろいろな考察が書かれていた。中には驚々しさを煽るイラストや写真も添えられている。だけどそんなことは頭にほとんど入ってこなかった。白い光に包まれてここがどこかもわからなくなってしまうですって。全身に寒気を感じた。足が小刻みに震えて動けない。はじめはこの街の人が神隠しにあったのということなのかしらと読み始めていたら、実は私の方が世界から消えてしまったんじゃないかしら。いや、僕もその考えだったな。偶然にしてはできすぎている。いや、でもそんなことが本当にあるかしら。うん。何かよくできた大掛かりないたずら、それとも長い夢を見ていてこんな変なことが身の回りに起こるのか、そう考えた方がしっくりくる。私はじっとりと背中に汗をかいた。目をパチパチと強くまばたかせてみる。バカみたいだと思いながらほっぺや腕をつねってみる。ああ、夢だと確認するやつね。なんか夢みたいなこと起こってもさ、ほっぺつねるとかさ、やったことある人いるのかな。やる人ゼロ人説。目は覚めないし、頬だけでなく指の痛み、汗ばんだ肌で湿った感触、腕に残った爪の食い込んだ跡がより一層この世界を現実的なものに感じさせた。うん。この記事にある昔の人は無事に帰ってこれた。じゃあ私も同じように戻ることはできるはず。だけど当然帰ってこれずにそのまま存在を忘れ去られたまま消えてしまった人もいるかもしれない。うん。
じゃあそういう人にこの世界で会えるの？それとも私はたった一人の世界に放り込まれたのかしら？うわーこれ不安だろうな。これ不安だろうな、この立場になったら。自分が誰かもわからない状態だもんね。そりゃきついわ。私が何者だったのか、周りにも私自身さえも忘れられたまま、消えてしまう。そんな恐怖を感じ、自分を取り戻したいと思った。記事を思い出す。前に神隠しに会って帰ってきた人は、小学校の校庭あたりで元の世界に戻ったのだと。ってことは小学校に行けばいいのかな？私もそこに行けば何か手がかりがあるかもしれない。あたりを見渡す。さっき見た駅前の地図を思い出す。そう、小学校はこの本屋を出て右へまっすぐ進んだところの丘の上。うん。行くぞ。道の途中でこの辺りの気になるものを調べながら行ってもいいかもしれない。ぼんやりと白く光るものが何か現実世界とつながりがあるのだ。今のところそれしか手がかりはないみたいね。向かってみよう。よーし。だいぶ結構この小説パートっていうのかな文章パート長めだね。その分操作できるところをしっかり楽しんでいこう。電話ボックスがあるけれど受話器を取ってもどこにもつながらない。あら。ゴーダ雑貨店。あ、さっき、あそこのチラシにあったとこだね。ゴーダ。ゴーダさん。これもしかして、ジャイアンの家ジャイアンの家だったりする？おい、おい、伸びてや。おい、お米買っていけよ、伸びてや。おい、伸びてや。これしかできないんだけどさ、これ。ミスト。あ、これ喫茶店。いいね。雰囲気、いいですね。夏大祭、あ、夏祭りみたいなのが行われるのかな？なんか、乗り物古くない？乗り物古くない？竹が生えてますね。伝説と自然の里、夏霧町へようこそ。うわ、なんか文字の感じもリアルなんだよな。この寂れ具合っていうのかな。で、こっちは踏切と、で、多分こっち行こうにも多分行けないって言われるよね。そうだよね。これ何？畑かな？ここは。なんか焼いた跡がありますね。ちなみになんか白く光ってるものは、あ、こっちの方にいろいろある。あ、神社だ！あ、こっち行ける？あ、行けないのか。神社行ってみたかったら、でも神社でなんかありそうだよね。この、あ、待って、読めなかった。くそ。この神社は鎌倉時代の創建で、当時この土地に移り住んできた人々を襲った厄災や不思議な現象を鎮めるために作られたのだと書かれている。なるほどね。光ってる。ここが小学校。学校の方からちらっと光が立ち上る。向かってみよう。どこだ？お。なんかガキ大将が居座ってそうな土管ですね。これ校舎？うわぁ、めっちゃ古い。あ、百葉箱。高さ120センチぐらいのところに建てられる百葉箱じゃん。見れるものは、あら？ないのかな？あ、こっちなんか光ってますね。校庭の草むらに半ば隠れるように捨てられたような浮き輪を手を伸ばした。河原で遊んだ子供が忘れていったのか、半分空気が抜けて落としてしまいそうな浮き輪。けどなんか、不思議な光を持っていて、これが現世とのつながりかもしれないと直感的に思った。指先が触れる。その瞬間、私の全身の中に白い光の波が押し寄せてきた。一瞬全てが真っ白になった。人の声が遠くから歪んだように聞こえる。ということはもう一つの世界。現実世界の光景だけど実体は感じられない。腕を伸ばしても何も手応えがない。景色、匂い、音、人の記憶が今手にしている浮き輪を通して流れ込んできているようだ。川の水温が堂々と激しく聞こえる。ついさっきまで校庭の脇を流れる静かな川だと思っていたもの。水が泥の混じった茶色に変色し、全てを押し流している。あたりからは湿気の匂い。空は黒々としていて、雲がまがまがしくうごめいている。雨は今はほとんど降っていないけど、地面はひどくぬかるんでいる。豪雨があって、川が急に増水したらしい。助けて！という声が川の音にかき消されるようにわずかに聞こえた。上流の滝のふもとあたりに、うごめく濁流の隙間に黒くて小さい頭が見え隠れしている。あ、このなんか増水によって流されてしまった子供の浮き輪なのか？もしかして。
子供が溺れてものすごい速度で流されている。その時私のすぐ脇にぬかるんだ地面をバシャバシャと音を立て必死でかけてくる小さい足音が聞こえた。偶然光線に居合わせた一人の少年が異変に気づきここまで走ってきたのだ。溺れている子供の姿を見つけた。だけどそれから数瞬子供はどうすることもできずに私の隣で足をすくわせたまま立ち尽くしている。うわー残酷だなこれ。足と唇がわずかに震えているのが見えた。その目はバッチリ見開かれているけどどうしたらいいのかわからず、ただ溺れた子供が流れているのを眺めるしかない。それはそう、この濁流の中で小さな子供が飛び込んで助けられるような状況じゃない。少年は恐れを振り切るように頭を数回振った。周りを見渡す。校庭の脇に誰か忘れたものか、風でどこから飛んできたのか浮き上が落ちているのを見つける。私が今手に取っているもの、私が見ているのはこの時の浮世をめぐる世界の記憶のようだ。彼は一瞬悩んだけど意を決すると一目散にかけ浮世を手に取って河原へ滑りながら降りていく。泳げなくても濁流でも浮世さえあればなんとか溺れはしない。溺れている彼を助けられる、そう思ったのかもしれない。そうして彼は校庭から川辺に降り茶色い川に飛び込んだ。うわかっけえなこれ。この判断ができる人はそうそういないからね世の中に。だけどこの水量でうねる水面は小さい子供の二人の体を枯葉のように翻弄して浮かんでは沈み、二人の体は近づく気配がない。そのままあっという間に下流に流される。海に流されてしまったら助かる術はないかもしれない。下流の端の方で大人たちが溺れた子供を見つけて騒ぎ始めた。初めは一人の女の人が橋から上げた悲鳴、ひょっとしたら最初に溺れた子供の母親かもしれない。名前を数度叫ぶが呼ぶが、そのまま頭を抱えてしゃがみ込む。すぐにもう一人男の人が一目散に橋までかけてくるのが見えた。帽子をかぶり警棒を身につけているのがわかる。交番の巡査のようだ。彼は帽子を女性に預けて橋の欄干から下に飛び込んだ。浮かんでは消え、彼も濁流に翻弄されているように見えた。けど濡れて張り付く衣服をものともせず徐々に泥水を乗りこなす。流されながらも最初に溺れた子供に近づいていくのが見えた。まもなくその子を腕でしっかりつかみ河原へ向かって泳いでいく。一瞬のことだった。私はもう一人の飛び込んだ少年を必死で探す。浮き輪があるとはいえ彼は全く体の制御が効かないようだ。あっと思った瞬間体が岩に叩きつけられ頭を強く打ちつける。そのまま浮き輪から体がすり抜け水の中に消えていくのが見えた。うわー助かってくれ頼むぞ。巡査が最初に溺れた男の子を岸へと助けたのはほぼ同時だった。彼や他の大人の目には水の中に飲み込まれたもう一人の少年の姿は目に入らない。助かった子供に注意を引かれてそっちにみんなが駆け寄っていく。必死で彼が再び水面に浮かんでくる姿を探した。巡査のいるあたりを遥か通り過ぎずっと下流でかすかに服の色がボロ布のように漂っているのが見えた。彼は海まで流されていく。待ってくれそれはねえだろ。マジか。いやーちょっと嫌な展開だな。助けに行った子がマジか。この展開はあんまり良くないな。うわーマジか。私の体にその後の記憶が流れ続ける。少年はもう一人の子を助けようとしたことも溺れていたことも誰にも気づかれないまま夜になった。多くの村人たちは最初に溺れた子供を町の病院に運ぶことや村の近所の道が土砂崩れで通れなくなったことなんか通れなくなったことなんかの対応に追われていた。半日以上たち大人たちがやっと一人子供がいないことに気づきざわつき始めた。本格的な捜査が始まったのは暗くなり雲が晴れ満月が冷たく空に輝くようになってからだった。彼の行方はわからないまま時間が虚しく過ぎていく。誰も溺れた姿を見た者はいない。朝日が美しく村を照らし神隠しにあったのかもと囁き始められた頃彼の姿は冷たくなって海辺で発見された。待ってこれはもう良くない展開だ。いやーだってさーそれ、少年は助けに行かない方が良かったってことですよ。だって、悪い言い方するけど、完全に無駄なことしたってことになるじゃん。
おー、いい、もう良くないってそういうの。悲しみで目の奥が熱くなり、まぶたをぎゅっと閉じた後、視線を上げる。すると、さっきまでと同じ静かな川が流れているのが見える。また誰もいない世界だ。さっき見えたのはこの浮世を通して見た現世の記憶なんだ。私が迷い込んだこの世界では誰も人は見えない。けど、人の強い記憶を持った何かのものを通して向こうの世界の光景が見えるんだわ。じっと手に取った浮世を見る。あの雑誌の記事では何か現実世界のものとつながることが現実に帰る鍵になっていると書かれていた。この浮世と現実とのつながり。少年はこの浮世があったせいであんなことになってしまった。きついなぁ。これは、たとえ彼が飛び込まなかったとしても、初めの溺れた少年は助かったというのに、うわぁ、もう、嫌だぁ。これは嫌なって、こういうの続くのかなぁ。きついなぁ。なんとか少年を一歩踏みとどませて、悲劇を起こらないようにできないかしら。例えば、この浮世を隠したり。あ、そういうことができるの？悲劇を救うことができる。何かが風や川の水量に混ざって聞こえた。これまでと違う人工の音。踏切。何も動くものがなかったのに列車が動くの？元の世界に帰れるきっかけになるかもしれない。手にした浮世を持ったまま、駅に向かってみることにした。あー、待って、いやー、これ、ちょっとめっちゃ続き気になるんだけど、一回結構いい時間なので、ここら辺で切ってみます。で、僕はこのままちょっとやり続けるんだけど、とりあえず、まずこの動画だけ、まあ、パート1として出しますね。まあ、前編後編になるのか、パートが1、2、3と続くのかちょっとわかんないけど、まあ、この調子で、動画をちょっと分けてやっていきたいなと思います。結構ノベルゲーム的な要素も強いんだけど、こういうね、しっかり操作できるところも、あるし、こういうなんか、作りがね、ほら、しっかりしてて、この水のところをね、渡るときも、こういうしっかり、バチャバチャっていう音がね、するんだよね。音がしっかりしてる。ほら、風景見て！すごい遠くまで見えるし、実際の風景と遜色ないよね。これがゲームですよ。現代の。これが現代のゲームだぞ。すごすぎる。というわけで、今回はこの辺りで締めくくろうと思います。ご視聴ありがとうございました。